水です。さくらです。トリップです。はい、今回は鳥取県境港市にやってきました。やってきました。境港といえば、ゲゲゲの鬼太郎の聖地ということで、今日は鬼太郎巡りをしようと思います。まずは米子鬼太郎空港。すげえ、鬼太郎になってる。鬼太郎ちゃん飛んでる。おお。あ、何あれ。何あれ。何かいる。あ、すごい、いいな。おー、鬼太郎のラッピングバスだね。かわいい。見てみて、もう入り口からさ、こんな感じで結構しっかりやってあるんよ。うん、いいよね。親父二人いるよ。親父が二人。これもしかしてゲゲロ？ゲゲロ！ゲゲロ！うん、いいね。いいな。これ？これ？多分これだね。これいいじゃん。この。やる？やる。誰もいなそう。やろうやろう。いいね、やろうか。じゃあ行きますか。ワンプレイ600円。ビューティー、あ、ビューティーいけるやん。ナチュラルにしたのか。ナチュラルにしようか。うん、これでもいいよ、これでいいか。じゃあそれにしようか。オッケー、オッケー。あー、いい感じじゃん。これかわいい。買う？買う。欲しい。買いましょう。はい。あー、買った。かわいい。いいや。こういうのもある。かわ。ねえ。わ、ここ3階、すごーい。3階の送迎デッキだね。おー。なんかいろいろありそう。お、ポスター、ポスター。お、ポスター、見ました。楽しかった。よかった。ぜひ。宣伝？あ、トリックアートは全部で3つ。お、ほんとや。トリックアートあるんだ。うん。ありがてえ。行こうぜ。行こう。おお。お。めちゃさんの親父の上に乗っとる。おお、いい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 。いいの、眼球の上って踏みつけてますけど。ちょうどね、左手がね、あの目玉親父の頭撫でそうになってる。届かない。いやいやいや、ネズミ男の代わりだね。
スや。ベトベトさん駅。ベトベトさん、あ、この丸いのベトベトさんって言うんだ。だね。あの丸くて歯がわーってなってるやつね。お口星人だと思ってた。確かに。ここはベトベトさんだし、一個前は砂掛けババア駅なんですって。へえ。ねえ、おもろ。そして猫娘。色薄。色が薄くなっちゃって。鬼太郎、鬼太郎。おお、やった。鬼太郎の列車だ。やったね。やっと。やっと。かわいい。かわいい。いい、かわいい。いいね。あ、開けるって欲しいね。化石にもいる。かわいい。かわいい。じゃあここ座るか。座るか。なんか一等目になってない？かわいい。すごい。すごい、かわいい。めっちゃいいね。目玉の親父です。かわいい。かわいい。いいね。ここは鬼太郎駅って愛称らしいね。駅から目玉がいっぱいある。ライトが全部目玉。ねえ、ライト目玉だよ。あ、これ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 、すごい目玉がたくさん刺さってる。あ、これもすごくない？いろんな全国にいる妖怪みたいな感じだね。噂の砂掛けばばあさんは北近畿って書いてあるね。そうだよ。うちにいる妖怪いたよ。うちにいる妖怪？ゲド。いるわ。いるわ。あ、これもいるかもしれん。お魚大好きだから。スイちゃった。似てる。似てない似てない。嘘嘘。駅ごとゲゲゲって感じになってる。本当だ。すごいね。あ、見て見て、こういうのもある。ここ。あ、記念散歩。やってくか。やろうか。せーの。どうだ。チリ。いいね。かわいい。列車の柄見せてくれてる。首持ってる、首持ってる。いい、すごくいい。
よい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 。よいしょ。すごい。これだ。買いましょう。買いましょう。買いました。鬼太郎妖怪倉庫。なんかね、参加型迷路お化け屋敷だって。行ってみよっか。やってみよっか。レッツゴーレッツゴこれね、お守りとして持って帰っていいんだって。やったびっくりしたぜめっちゃ楽しかったねかなり本格的なお化け屋敷だった普通にお化け屋敷だったねポストの上に来たろいね。あ、本当だ。見に行こうぜ。次は街を散策だね。おう、ザオうわー、いろいろある。お、水木先生たち、すごい。いいね。あ、漫画描いてる。ここ描いてる。てて、あ、執筆中っていう作品らしいよ。すごいすごい。あ、さっきのポスト。はがきが50円の時代だ。すごい、演奏会してる。かわいい。ここにもいろいろある。おお、妖怪がバスにも描かれてるね。ね、すごいね。で、これが葉っぱの三平、たぬきかっぱ。おほお、見て見て、あそこのお手洗い、鬼太郎のマークある。あ、ほんとだ、かわいい。かわいい。キジジイと砂かけババアの列車来た。キジババ列車。キジババ列車。異様がひどい。わあ、板もめんとかある。ほんとだよ。目玉の親父が吊るされてるのすごい気になるけどね。ライトだね。とっても気になる、目玉の親父。かわいい。すごい。でかいぜ。すごい、おもながだね。おもながとか言ってやるなよ。これ何、歯か。歯だよ。歯だよ。歯をつままない。お、綺麗に出ました。やったね。やったで。妖怪神社。妖怪神社お参りしてこっか。行きましょう。あ、目玉の親父さん。お、あれ、これ、ね、これってさ、回ってなかったっけ。あ、回った回った。あー、すごい。楽しい。これ、お手水。面白い。なんかな。あ、回った回った。ほら、目玉の親父、清めの水って書いてある。すごい、目玉が清められてるよ。見られた。手間とかお守りとか、あ、目玉の絵じゃ可愛い。可愛い。見てこれ。エマ？可愛い。エマ可愛くない？めっちゃ可愛い。あ、お札、期間限定配布だって。もらえそうだったらもらってこよう。もらってこよう。いいね。あと御朱印もあった。いいね。で、これ横のお店で売ってるって。じゃあ行ってこようか。行ってこよう。神社の横をここで売ってるらしいね。行きましょう。目玉親父行こうか。裏とってなんかあるの。
こっちに書くんですか。シンプル、いいね、うん、あ、そっか、こっちに書くんだ、書こう書こう。キャラクターマグネットとかもあるよ、かわいい。うーん、見た目もあるよ。あ、これかわいい、めっちゃかわいい。いいね。海岸、かわいいよね、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいじゃん、いいね。うん、かわかわいい、もったいなくて飲めなそう。うん、買ってきました。あ、かわいい。あと御朱印も買った。うん、おお、いいやん。じゃあここにかけさせてもらおう。やった、楽しくハッピーで生きられますように、ようやく。すごい由来があるらしい。うん、このくるみくじ、あ、持ってきてくれる、持ってきてくれる、あ、こんなきじじいだ。誰が持ってくるかな、誰か、うわ、こしてきた、おおおお、めちゃめちゃ小吉、小吉、灰は札付きだった。おお、ほんとだ、かわいい。お、さっきやったからだ。ネズミやったからすごい。キティー、イエーイ。ネズミ男さんだ、こんにちは。撮ってもいいですか。やったやった、はい、そんな。やった、へい、ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした。ありがとうございます。どうして、あ、じゃあ握手だけ。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。かわいい、運良かったね。おお、かわいい、ナチュラルに似た。目玉の親父めっちゃ撫でられてる。あずき洗い。私さ、うん、横から見た時にさ、うん、まさか猫娘がこんな格好してんのかと思って前見たら全然違ったけどさ、まさかのって思ったよね。あずき洗いだよ。猫娘って言ってか。猫娘コア版かなと思った。水出てきた。行こうぜ、行くぜ。あ、もう肩が抱ける勢いの位置。でっかい。でっかいけどお目目はつぶら。かわいい。ご飯茶碗って書いてるけど、お茶にも使えるのでは。使
えるかもね。いけるじゃん。これめちゃめちゃ可愛くない？可愛いね。ギギギ。ね、このちっちゃい子たちそう、うん。みんな乗っかってるの違うね。ね。こうやって組み合わせるのかな。どういうこと？組み合わせはできるってこと？かっていいんじゃない？これは。そこそこそこ。あ、自分で好きなこの組み合わせもできるってことか。そうそうそう。すごい。しかもリーズナブル、リーズナブル、うん、お安めっちゃ怖いし、すごい。木に乗ってるんだね、いいね。これを妖怪ポストで入れられるんだね。そうそう、これここに入れると手紙5年後に来るって、うん、すごい。これ良くない？いいね。鳥取県ってスイカ有名らしいよ。じゃあこれにしよう。スイカ。梨もあるけど梨はどうする？じゃあ梨も行こうか、ちょっとか。うんうん。お土産にこれと、うん。クシャも買う。なんか可愛いね。可愛い。温泉入ってる感じの。ここで食べようか。食べよう。そろそろよいしょ、甘味がね、食べたいよね。そうだね。じゃん。うん、可愛いのに入れてくれたね。かわいい。人形焼きってやつかな。そうだね。じゃあ、本読んでる方あげよう。ありがとう。割っていただいてもいいでしょうか。はいよ。目玉もぎっていただいても。目玉もぎるの、うん、あ、しっかり入ってる。ください。ありがとう、はい、いただきます。うん、おいしい。梨の味する？うん、アップル味の強い梨の味がする。アップル味の強い。うん、リンゴ入ってないよ、うん、本当に梨だけなのこれ。梨だけ。へー、ほら帽子よこせ。いただきます。うん、ほんとだね、アップル味あるでしょ。うん、ね、青リンゴっぽいね。うん、おいしい。おいしい。あら、かわいい。千両って書いてあるじゃん。ね、招き猫。ほらーほらー、あ、かわいらしい色。いい色。ください。はい、どうぞ。ください。ありがとう。スイカだ。スイカ？ほんと？面白い。普通にスイカの味するの？スイカバーを人形焼きにしたらこうなるなって味してる。うん、なるほど。ちょっと私も行こう。ほら、本よこせ。いただきます。うん、うん、どう、スイカバー焼いた感じしない？うん、美味しい。かわいい。ねえねえねえ、ん、バニラビーンズが見えます。お、しっかりしたやつや。本格的です。あと牛皮もあります。この紙みたいなやつだね。そう、え、すごい美味しそうなんだ。美味しそうだね。こっちも美味しそうなんだぞ。いただきます。どうしよう、割るか。ごめん。あ、いけない。パリパリでサクサクだ。すごい。これもう口でいくしかなさそうだからいきますね。割ったらいかんかったね。めっちゃいかんかったね、これ。いただきます。うわぁ、和菓子アイスにした感じ。ほんと、うん、雪見大福みたいな感じ。うんうん、違うんだ。もっとも中身が強い。あ、ほんと、うん、いただきます。おいしょ。硬いの？硬そう。硬っ。おぉ、あ、でも美味しい。うん、あ、香ばしいね。うん、うん、
田中先生、一緒に写真撮ってもらっていいですか？いい？やった！砂かけ屋の前で撮ってください。やったー！おー、ありがとうございます。妖怪目撃情報。いいね。砂かけばばあがそこから。砂かけ屋。ここは妖怪の皆様がお休みになるところだそうで、一般の方は入れないそうです、ね。妖怪限定だわ。ちょっとここから見えて出てくるんですって。目玉のバームですって目玉になってるのかな。買っちゃいましょう。いいよ。はい。おお。何を買うんですか。欲張りだから両方食べたい。じゃあ買おうか。うん。はい。みちさくらちゃん、さくらちゃん、はい、このお屋敷、おもろい。ゲゲゲの楽園。ドン。でかい。すごいでかいじゃん。でかっ。すごい、かわいい。特賞塗り壁当たるよ。あ、ほんと？でっか。おクリームソーダを喫してるぞ。喫している。ほほう。いたもめいるやん。これ子供は入れるらしいよ。いいね。あ、ポストもあるね。かわいい。湯加減いかがですか？暑いんだ。いいんじゃなくて暑いんや。結構暑いよ。熱々なんやな。おお、赤くなっちゃって。1分ぐらいじゃないまだ。ねえ。夜になりました。こんな感じで駅前もライトアップが始まってます。ここからは夜の境港。水木しげるロード行ってみましょう。いや怖いって、猫娘怖い。おー、出てきた出てきた。すごい、お化けだ。へえ、すごいね。うわ、目いっぱい。あ、目がいっぱいだ。妖怪神社の前は鬼太郎明けおめって感じだね。おお、これ新春って書いてあるよ。
かんない。え、嬉しいね。新年デザインなんだね、きっと。見て見て、ん、私の推し塗り壁。そう、塗り壁。なんか食べてるおでん食べてるよ。いいなね。お、なんか納豆。砂かけ屋。砂かけてる。怖え。夜、柱の前に立ち、大きく一泊。うわあ。あこ、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 あこ。で水木しげるロードでした。よくいっぱいいたね。いっぱいいた。それではチャンネル登録とか高評価お待ちしてます。じゃあね。じゃあねー。